さんこんにちは。今日は原宿と表参道に来てますね。こちら裏原宿なんですかのあたりにあります、カンゴールのサロンさんですね、美容院です。カンゴールといえば今映ってあのバッケットハットが有名だと思うんですけど、こちらねイギリスのブランドで、私オーストラリアだと思ってたんですけどね、あのカンガルーの時にさ、なんででもイギリスのブランドで、そのね美容室が日本、世界でね、初できたそうですよ、ここに。今日はサイエンスアクアっていう髪質改善のトリートメントをしてもらってまーす。カンゴールのヘアケアで顔にも髪にも使える美容液だそうです。とてもサラサラになりました。サイエンスアクアトリートメントですけども、ダメージなくね、あのうねりとかもなくしてくれるのでね、夏広がりやすいのでね、ぴったりです。だいたい3回ぐらい続けるとね、すごくいいそうです。これ3回目の動画ですね。もう3回ぐらいやるとしばらくね、あの持続するそうで、髪の中にね水分がちゃんと入ってるので、なんかね髪を乾かすのがねすごく早くなりました。長いんですけどね髪の毛。これからねちょっとお腹減ったのでカフェに行きたいと思います。結婚式場のアニベルセルがやっているカフェに行きたいと思います。横浜にもねあのカフェあるそうです。テラスもあってすごくね外国チックなね建物のカフェですね。よくインスタとかに載ってます。表参道のね通り沿いなんですけどもね、あのいつも通り過ぎるばっかりで初めて来ました。はい、すごくおしゃれですね。アイスカフェラテとパンナコッタを頼みました。この日はね、テラスには大勢のね、外国人の家族なのかがいて、で、店内は女性が比較的多かったですね。カップルもちらほらいました。確かね、夏季限定の甘夏のパンナコッタです。甘夏もね、すごいジューシーでさっぱりとしててね、これ食べたかったって感じでしたね。暑い時食べたくなりますよね、こういうもの。カフェだけでなくね、ランチもディナーもやってるそうです。今ホームページ見たら、桃のキャンペーン今やっててすごい美味しそうでした。また行ってみたいと思います。この後に友達ちょっとご飯行きまして、友達のねおすすめのお蕎麦屋さんに行ってきました。それもね表参道にあります、青山川上庵さんに行ってきましたね。このね川上庵は軽井沢でもね有名なお蕎麦屋さんで、あの青山にあるのちょっと知らなかったです。お蕎麦も美味しいんですけども、普通にだし巻き卵もねすごく美味しくてね、おすすめです。ぜひ行ってみてください。お蕎麦はね、友達のおすすめのお餅のお蕎麦にしました。また違う日にね、表参道に来てます。この日はね、顔のコルギをね、してもらうために来てたんですけど、その近くでちょっと気になるチョコレート屋さんがあったので行ってみてます。スペインのね、チョコレートブランドなんですけども、ルボバルセロナっていうところですね。はい、あの見えてきましたね、こちらの建物です。缶に入ってるチョコがね一番人気とのことなので、それにしました。私のチャンネルではお出かけスポットやグルメ、美容などについて紹介しています。チャンネル登録とグッドボタンしていただけると励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。